はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトをやっていきましょう。第86回闘技場5日目ですね。昨日まで成績が11勝1敗となっております。行きましょうか。ここがいいかな。強そう。うーわですね。いいんですが、そうですね。あと素早さで負けて広範囲で押し切られちゃうのはちょっとやめときましょうか。そうだね、ここね、ここ行きましょうか。久しぶりですね、ガナサダイ行きましょう。倒すと毒を付与してくるという。ああ固まってる。あんな狭いとこにあんなでかいの5体も大丈夫か。なかなかカオスな場所になってるな、右側は。はい、対戦よろしくお願いします。もうサージタウスでぶっこんでやりたいな、あそこでぶっこんでやりたいな、あそこサージタウスで。6番目か。ちょっと待ってよ。1、2は取れる状態か。どうします。いやー、あとでいいよな、あとでいい。言うても後でいい。なんなら何ちょうだい、これ入るか。奥義か。これ食らってあれすんのもいいね。休みを取っちゃうのも、いいな、気持ちよさそう。で、下2つ下がれるはずだから、下がってバラモッちゃんはどうしよっかな。バラ、え、うん、ちょっと待って、混乱取れる相手いないのか。リオがいるのか。ちょっと場所的によろしくない場所だね。どうしよう。1、2下がるでしょ。1、2下がる。もうそれよし。こうだね、この位置で下がろうかな。左側回ってくるやからもいそうだね、この辺がね。弱点ギラヒャド。バギデイン、ダメだダメだ、この子はダメだ。で、混乱が等倍と、休みが等倍と。で、イオ。イオはぶち込んでやりたいね。1に下がる3番が、わざわざ受ける必要ないのかな。受ける必要ないかな、わざわざ。どうしようかな、こうしとこうかな、どうせ。下来るかどっち来るか分かんないね、これね。そうだね。デインやだね。で、井戸富士が通るんだね。1、2、で、3番来る。3番な。キラゴルドは3番止めましょうか。どっちかっていうとね。いいか、受けようか。受けて、やるか。そうだね。バラモッチャ腰。はい、そういうわけで3番で4番はどこに来るんだろうね。こっち、ここかな。わからんな。で、5番も左側から降りてくるっしょ、これだから。あんまりこっち側でいいっちゃいいんだよな。来たらそこ行ってマゲッちゃんはどうしようかな。で、竜王を何せ取りたいんで、1、2、3、一応取れる位置にあるか。変なとこ行かなきゃ、下降りてくるか、内側に入ってくるか。1、2、3、部下でもいいし。そうだね、竜王バラモスは取ろうかな。下がる、下がる、下がるですね。そうだね。はい、じゃあ行きましょう。こんな形。いよいよね、本領発揮できるかもしれない。キラゴルドがマデさんの息を受けて、休みを取るところを解くとご覧あれっていうところかな。これどうしようかな。こっち側でいいのかな。この辺にしとく。みんなこっち側に降りてきてもらうように。なんか難しいな。いや、ここでいいかなと思ったんだけど、そうでもないかな。こっちにしとこうか。はい、これが吉と出るか。はい、見てください。645くらっちゃった。猛毒。
え、休み取れ長尺点だよね。あれ 100% 入るんじゃないの。あれ、なんだっけ、猛毒猛毒やめて、わざわざ受けたのに。どこだっけ、敵から呪文また息で攻撃された時ドキドキ休みにする。こっちは高確率じゃなくてドキドキで 80% を逃したってこと。うっそー、じゃあさ受ける必要ないんだけど。どうしようかなこれ。あ、これは無属性、あれは休み取るでしょ、休み取る。あーで、意を食らってみようなあれか、それも辛いとこだな。で、やつの休みだけ取って、どうしようか、ちょっと困ったね。半減か、うん、どうしようかな。なんだっけ、ギラヒャドだっけ、エメラ等倍か、ギラヒャド、ギラヒャド持ってないか。でイカはあれが通らないから、あ、天雷球でこれのイオ、を食らわない位置がいいんだけど食らっちゃうね。あそこからどうやってぶっこんでくるのこれ、イオ。そんなぶっこんでこれる範囲なのこれ。1、2、3、4、4マス先か。1、2、3、4マス先。当たってんね。あー、食らなきゃダメなのか。いいよ、半減か。受けるか、それは。受けていいか。うわー、きついね。はい、行こう。で、これは休み取る。あ、2人休み取れたのか。こっちの範囲に入らないように、入らない、これ入るという感じね。もしくは狂い咲き、休みですね、休みで次ピサロで、いきますか。はい、いやー取れ、いや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 、命を削りながらやっております。リオどう来る、入るかな。あーあっと、入らなくないこれ。もう勘弁してこれ。1、2、3、ピサロ次。あー、きついな。混乱等倍だよね。これ取るか。無効な、まあ無効ね。行きながらのピサロ打ち込みながらの、あー辛い。あー、オッケー、これはオッケー。誰から、あー入らないんだな。まずさ休み、キラゴルド、キラゴルドどう使っていくかだな。ガナサダイ、次あれか、剣戦、剣、いや入ってんの、はい、入ってんのか。休みだからこれも一旦置いとくか。置いておいて、竜王に食らわないように、アークデモンを沈める。1、2、3、忍びよりも無理だな。アークでも沈める。沈まるこれ。アークでも、アークでも。キラゴルド。キラゴルドやられちゃうよな、これ。あ、竜王止めるか。ちょっと待って、竜王は、休みが等倍か。それも狙っていくしかないか、じゃあ。
あ、そうしましょう。はい、で、あ、入るか、入る。どうすんの次。竜王を止めるんだよね。まあパーフェクト狙うならそうだよね。竜王休み取るしかないな。はい、これで OK。 回復はしない。半減、落とせる、落とせる。どうしましょうか。落とせんのは分かったんだけど、キラーゴールド下がるか。あー、ちょっと待って、こっちはいくつ。1400ダメージ出る。あ、1200か、ダメだね。あのキラーゴールド休み取るしかないな。はい、どっちみち誰か落とされてしまう。これで休み取って、頼む頼む、休み。あー、1176か。マデサって、ちょっと次マデサ514。素早さいくつだ。負けてる負けてる負けてるわ、これダメだ。あれ、あ、そうだったっけ。素早さやばいな、負けてるね。どうされるこれ。やめて。おー、怖え怖え。これでよし。よく混乱取られなかった、よかった。いや、衝撃のあれがいただけなかったね。 40%80% を、ね、逃しちゃったよ、あれ。1個下がっといてもらったね。はい、2戦目になります。おー、変わってる。どうしましょうか。変わった今のところにしますかね。ここにしましょうかね。はい、それからいよいよ今日からね、ギルド大会の防衛パーティーの登録が開始となりました。で、明日からね、2周年のキャラとして、ロトの勇者、実装されますんで、それをみんな育ててから登録する、し直す感じになるのかな。だからギルド大会本番でロトの勇者と当たるってパターンもありますね、こうなるとね。ぶっつけ本場のところから、それから月曜日からは、リアル対人対戦ですか、始まるんで、そこでも出てくるのかどうか。これどうしようかな。1番で2番、2番で3番。3番、誰、3番、あ、3番、マルティナ、4番。どうしよっか、休みが取れんのか。サンディ。こんな感じ？これは入らないね。で、これは？これは、こうなっちゃうね。ブラスト。まあまあまあ。
こうでいいか。入らないもんね。で、3番で4番、あ、どうしようか。これダメージ入れようか。こうだね。こうしてダメージ入れよう。まあこうしといてもいいけど、まあこうしようか。で5番は、5番誰、5番が出てくるのみ。はい、6番、これ勝ち割り来るな。勝ち割りってなんだっけ、ツッコミみたいなやつ。あれが縦にですよね、確かね。勝ち込み縦にか、グルリンパがあるから、キラーゴルドの位置がまずいな。こうか、ここで下がる。出てくるのみ、いいよね。そうだよね、そうだね。メラで燃えんのがあっちか、あっちになるのか。どうしよう、こうかな。じゃあマゲスはまあその位置でもよしで、そうだな、うん、はいはい、まあまあこれでいいでしょう。で6で77、どうしようか。7あっち行きたいね。まあそれはいいか、好きにさそう。で8、キラーゴルドどうすんの。キラーゴルドどうしようか。あ、じゃあこうしましょうか、こうしましょうか。あ、しなくてもいいか。まあこれでいいか。でマルティナの方を攻めましょうか、キラーゴルドはね。で8で9番がどっち側からハッサンが降りてきてくれるかだね。ヤンガスとくっついてくれれば嬉しいんですが、あーでも届かないから、1、2、あー届かないんだな、どっちにしろな。だから、ヤンガスをやっちゃうのも手だね。イオが通じる、イオが通じる。バギーダメ、デインが OK。 デインで打ち込むのもありかもしれない、あのヤンガスをね。そうですね、ヤンガスの方をキラゴルダ狙っていこうか。はい、じゃあそんな感じ。これ一旦猶予ができたと。待機、これで半分にする必要ない。こんにちは。来すぎでは。どうしようかな。天台球。激烈。天台球。ドルマやばいんだな、そういえばな。あれには全くダメだね。グレーセルには全く合わないんだね。でも一撃は耐えてくれるでしょ。1581あるから。それは耐えてもらいながら、ね、しようかな。ここは、どうしようかな。次、ブレス。ブレス行っての、どうしようかな。こっちでいいか。2人入らないか。2人入らないか。ダメだね。じゃあ、これはこうだね。これはこれ。ガビン。で、下がって、ブレス。ああ、そっちね。で、これ、OK。ギラフォース。で、どうしようかな、これ。そこまでか、削れんのが。そこまでよし、行こう。攻撃力下げはナイスですよ。で、キラーゴルドも先動けんのか。どうしようか。これ引っ張ってきていいのか。引っ張ってきて、キラーゴルドの息で、OK にしようかな。
で次グレーツェルのあれをドルマを受けれるかどうか。オッケー。うんでこれが一番ダメじゃないのか。逃げながら、あどうしようかな。こっちでいいか、こっち行こう。で、これ、これ。で、バラモッちゃん、圧縮、圧縮ナイス。さあ、来なさい、サンディ。オッケーオッケー、いいよいいよいいよ、いいダメージだ。うん、ミスが出てる。で燃やす、オッケーナイス、いいですね。サンディ切り離し作戦。はい、3戦目です。どうしましょうか。ラプソン行きますかね。変わったところラプソンだね。はい、いいでしょう。はい、対戦よろしくお願いします。あーそうだ、ちゃんと見なかったけどエルギオスいたらか、範囲がちょっとあれだったね。ここはもうピサロと対マンでいいんで、あー燃やされんのか、そうか、燃やされんのはよろしくないな。でこれは入ってないね。まず順番、1,2,4 が取れるのか。 1,2,4 か、あー 1,2,4 か。どうしようかな。やだな、やだな、これはこれはこれでいいな。で燃やすを選択するし、あでもさ他のやつが来たらちょっといただけないんだよな。まあこれでいいか、これでタイマー張るか。でこうね、これでいいんじゃない。でピサルの方多分、あじゃあじゃあじゃあサージタウスの方多分燃やしてくるはずだから、こうなるとね。で、なんだっけ、燃やし返して3番燃やし返す、それで、あ違うか、違うか、こうするか。燃やし返した後じゃダメなんだ。角キル取った後にちょびっと息とかでやんなきゃダメなんだ。だからこうだね。で、これはこうしよう。こうして、曲げ巣を燃やす。向こうのな。よし。1番来るのに。2番。これどっちか好きな方燃やさせる。これ耐えてくれって感じだね。もうね。それしかない。で、3番で向こうの曲げ巣を燃やす。以上。作戦終了。どうしようかな、これ。エルギオスどこだ？エルギオスも来させなきゃいけないから、で、アリーナと一緒に混乱は取りたいところはあるんで、まあ、この流れだ。この流れでしょうね。はい、行こう。で、キラゴール最初は魔剣で燃やしてくれたら、休み取れたら大きい。それも見たい。今のところ成功していない。あー、こっち狙うか。いてぇ。燃えろ。燃えないのはダメ。あーこれ我慢か、我慢の子か、これは我慢の子か、これはこっから、あダメか。エルギオス入ってんだよな。あそこで来るのよろしくない。
よろしくないよ、よろしくない。ダメだね。どこで撃つ？ここでいいか。ここで待機。残念。で、ここでやるか。ここでやればエルギオス、ここの前で、悲しいなアスリオと、バラムス1個出て、プカーだからあそこまで入る。そうだね。あ、これが一番いい手だ。なんだいいのか、合ってるのか。エルギオスはグルリンパしかないから、ここで回るかここで回るか、こっちで回ってくれない。ちょっと申し訳ないですけど、123、あ、まあこっちで回ってもいいか。こっちで回ったら回ったでいいか。そうだね、グルリンパが来るね。よし、はい、いいでしょう。あ、そこでね、うん、そこもまあ読んでたけどね。はい、天雷九。あー、どうしようかこれ、どうしようかこれ。え、マコだね。で、狂い咲きいってやるか。狂い咲きで届くんだな、これ。狂い咲き、ナイスナイスじゃない。多段だから落ちてしまう。あー、落ちない。なんかミスが、絶対落ちなかった。そのためにいるんですよ、バラマツちゃんが。はーい、はーい、もうマイナスをプラスに変えていく男ですよ。誰？そこね。んで、おお、やめてな、それやめてな。これちょっと待って、次誰だ、誰やられてる。あー、落ちるか。うん、まあそれしゃあないな、うん。ちょっと待って、これ誰にもダメージ入らないぞ。ブレスで次入るんだね。ちょっと待って、これこっちの方やっとこうよ。あれがまずい、ラプがまずいから。ん、ここは OK だった。あ、一回出す必要ないわ。あー、ちょっと待って、ダメだ。そうだね、一回出す必要ないな。あー、ちょっとダメだな。どうしようかな。これは次に備えてもうちょっと出て、お、すごい範囲、ここだね、ここだ。あーっと、もう、次あれが動くよね、ラプソーンが動くよね。ラプソーン動く、ちょっと待って、バラモス動いてラプソーン動く。なんでアリーナ起こす。ちょっと狂い咲きもダメだよね。それはずるいって。次アリーナバラモスを落とすしかないね。こうだな。で、これはあれが入ってんのか。まあいいか、これでいくか。次のターンもちょっと厳しいか。出とく？出とく？こんぐらい。キラゴルドって3マスか。123だからそこじゃダメなのか。こんぐらい出とく？もうがっつり。ちょっと待って、これ呪文なんだっけ。ドルマ受けられるから落星頭割りなんだよな。耐えらんないか。ここか。ここはどう？あー、届かないか。あー、こうなっちゃうか。あー、これでいきましょうか。で、こっちが来ればいいんじゃない？
ラプソン。もう3ターンに行こう。あー、そっち狙っちゃうね。そっち狙っちゃうとちょっと厳しいのよ。うん、これ向こうだからな。こっちの方行っとこうかな。はい、でこれで引っ張ってくる。うん、引っ張ってくるで狂い咲きは打てないか。どうしようかな。ちょっと待てよ。この子の動く範囲がそこだから、こっちで引っ張る。でゴールデンブレスとバラモスのあれで状態上を狙っていくしかないな。はい、そうですね。ナイス。おお、やるな。ゴールデンブレス無効なんだ。そうですか。落ちないね。はい、 OK。 動けまいと思ったけど、いや、しょうがなかったね。さすがです。結界さすがです。はい、というわけで5日目終わりました。14勝1敗です。本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。